はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そしてね、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にですね、献血骨髄バンクを知ってもらうために皆様にもやっていただきたい、ものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのヤッスーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日はね、同血幹細胞移植に関する末梢血幹細胞移植のお話です。いつまで続くんやろうな、同血幹細胞移植の話ね。まあ、ちょっとまだこの先続くんで、まだちょっとお付き合いください。まあ、今回も先にですね、同血幹細胞移植のおさらいです。同血幹細胞移植とは、正常な血液細胞を作れなくなってしまった患者さんに、ドナーさんからもらった正常な同血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存をしておいた自分の同血幹細胞を移植して、正常な血液細胞を作れるようにする治療法です。で、そんな同血幹細胞移植の末梢血幹細胞移植なんですけども、ややこしいな、大丈夫かな。ちなみに僕がやってもらった移植は、この、今回のお話しする末梢血幹細胞移植でございます。以前の動画でもね、同血幹細胞移植に種類があることをね、お話ししましたね。骨髄移植、末梢血幹細胞移植、再帯血移植。末梢血幹細胞移植は骨髄移植と比べてドナーさんへの負担が少ないことで知られています。末梢血幹細胞移植とは、末梢血中にある存在するね、造血幹細胞を採取して患者さんに移植する方法です。末梢血中というのは、その末梢血というのはですね、赤血球、白血球、血小板、リンパ球などのいわゆる血液、まあ、普通のね、このここら辺が取れる血液に成熟したもののことです。まあ、血液です。普通に腕から取る血液ね、ピッてきた血が出るところの血液のことを、まあ、末梢血と呼ばれます。まあ、通常造血幹細胞は骨髄にあるんですが、末梢血中にはほとんどありません。まあ、そこで末梢血中の造血幹細胞を増やすために GCSF という薬を投与します。GCSF というのはですね、顆粒球コロニー刺激因子と言いまして、顆粒球コロニー刺激因子ですよと言いまして、末梢血である白血球の中の好中球っていうやつの生産を促進する造血因子でございます。造血因子ね、増やすんですよ、生産を促進させます。でもそれをやって 4,5 日すると、造血幹細胞が骨髄から末梢血中に流入してくるので、とこうね、いっぱい出てくるんですって。で、それを装置を用いて必要な細胞を分離採取します。連続血液成分分離装置という機械を使います。機械使うんですって。で、まあ利点としましては、まあ、移植後の造血回復が早い、採取の際にドナーさんの全身麻酔が不要です。全身麻酔いりません。ね、負担が少なくて心の負担もないですよね。心の負担も少ないですよね。ないことはないか。でも欠点もあります。慢性 GVHD の頻度が高い。ドナーさんに対しては GCSF の投与が必要である。ですね、そういう薬にね、投与してもらうのはダメなんです。まあ、ドナーさんへの全身麻酔がないので、まあね、まあ、その分は負担は少なくて、ドナーさんもいいですよね。まあ、でもその代わり GCSF を投与してもらわないといけませんけどね。まあ、でも患者さんからしたら、慢性 GVHD の頻度が多いのは、まあ、僕は身をもって現在も体験しております。まあ、その症状を抑えるために免疫抑制剤をね、ずっと飲み続けております。
まあ、移植して1年が経ちましたけども、まあ、本当に1年前から飲み続けてます。あ、飲み続けてないな。その時は点滴で入れてもらってましたね。だから飲み続けてると言ってますけど、今の例えば飲まなあかん分量よりもさらに多い分量で体の中に入れてるんで、まあ、そうなったらね、まあ、入院せなあかん体である以上ずっと病院に行ってないといけないので、まあ、すぐに退院はできませんでしたね。まあ、今でも飲み続けてますけど、たまに食後に飲まなあかんものをちょっと忘れることがあります。まあ、といった感じで今回は造血幹細胞移植の末梢血管細胞移植のお話でございました。次回はですね、残りの一つ再帯血移植のお話でございます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にね、このやっすーのチャンネル、この動画が届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。